登録者数36万人を超える人気 YouTube チャンネル、パソコン修理屋の豆知識チャンネルが、パソコン優勝譲渡会なる催しに潜入調査をした動画が話題となった。このパソコン優勝譲渡会の闇動画は、90万回を超える視聴回数を記録したが、その後思わぬ形でこの動画が削除されることとなったのだ。チャンネル主の上もっちゃん氏は、黒ジャケットに白シャツを身につけ、神妙な様子で時々声を震わせながら動画の削除を予告。しかし、その削除理由の詳細を明らかにしなかったことや、弊社の都合での削除であると強調していたことから、問題の動画を削除するように何かしらの圧力がかかったのではないかと、現在ネット上は騒然となっている。今回は、情弱がターゲット。パソコン優勝譲渡会の闇に迫った YouTube 動画が削除に追い込まれ、ガチの闇だと話題になっている件について紹介していく。皆さんはこのチラシに見覚えがあるだろうか。一部地域でポスティングされているというこのチラシには、デカデカとノートパソコンをお譲りしますとの謳い文句とともに、普通ではありえないほど安価なノートパソコンが紹介されている。この怪しげなチラシに関して、登録者数36万人のパソコン修理屋の豆知識チャンネルが取り上げ、実際にこのパソコン優勝譲渡会に潜入捜査を行った動画を投稿したのだ。ハットと赤いトップスにエプロンという陽気ないでたちでパソコンに関する知識を発信する上もっちゃん氏のこのチャンネル。問題のパソコン優勝譲渡会を紹介した動画は高評価数も多く、コメント欄を見ても炎上している様子は見られなかった。しかし、後日同チャンネルは、この譲渡会の潜入捜査を行った動画の削除を予告する動画をアップしたのだ。削除予告動画ではいつもとは違い、スーツ姿の神妙な面持ちのチャンネル主、書類のようなものに目を通しながら、動画削除に至る経緯を説明した。時に声を震わせる様子も確認され、さながら炎上の謝罪動画のような雰囲気。ネット上では、文章を持つ手はブルブル、顔真っ赤で涙目や、いやこれやばいやろ、明らかにカメラの後ろにやばいやつおるやん、普段の動画とのギャップがすごい、などの声が上がるほど、上もっちゃん氏は動画の削除理由について、あくまでも弊社の都合で削除すると説明。しかしその都合が何なのかなどの詳細が明かされることはなかった。外部からの要求で削除したわけではないと説明はあったものの、この動画の不自然さからネット上ではチャンネルに対し何らかの圧力がかかったのではないかとの憶測が上がったのだ。現在は元の動画も削除予告動画も削除されているのだが、チャンネルのコミュニティ欄には上もっちゃん氏によるこんな報告が残されている。事前にお伝えしていた内容を含めて、下記2点の動画を9月23日23時58分に配信を停止しました。 1. パソコン優勝譲渡会の闇。パソコン優勝譲渡会の闇の動画を削除する件について、上記2の動画を同時に配信停止することは迷いました。残してというコメントもたくさんいただいていたのですが、上記1の動画を配信停止することで役割を終えたと判断し、こちらも配信停止することを決めました。動画自体は90万回以上再生されている上、このコメントからもわかるように、その内容についても好評だった模様。しかし結局削除されることになった問題の動画。そしてここでもやはり削除に至った理由の詳細は明かされていなかった。さらに、改めて配信停止した動画内容について、当チャンネルにて触れることは今後一切ないことを明言いたしますと強調した上もっちゃん氏。その後は、切り替えてまた頑張っていきますとの旨が記されていた。こうしてはっきりとした状況が明かされないまま、動画は削除されてしまった。さて、気になるのは問題の動画の内容だ。動画内では冒頭で言及したチラシのパソコン優勝譲渡の会に上もっちゃん氏が突撃し、そこで撮影された動画を解説するといった内容の動画だった。会場には多くの人が訪れている様子も確認できる。優勝とあるように、譲渡とはいえ実際には購入する形になるのだが、チラシに載っているパソコンはどれも破格のものばかり。しかしチラシをよく見てみると、パソコン購入の際に重要な基準となる CPU の記載が抜けていることがわかる。東芝、富士通といったパソコンのメーカー、そしてこのパソコンの場合、OS は Windows11、さらにメモリーの容量などの情報は記載があるのだが、それらとともに必ず表記があるはずの CPU の情報が抜け落ちているのだ。
さらに動画内では、この譲渡会では現金のみでの取引が行われていたことが明かされている。上もっちゃん氏は、クレジットカードや電子マネーの場合、手数料がかかるからなのではないかとの見解を示していたが、現金のみで取引をした場合、その足がつかないという利点がある。中には10万円を超えるようなパソコンも有料譲渡されており、小さくはない額での取引をわざわざ現金で行っている点も、この譲渡会に対する疑念を生む理由になっている。さらにここから上もっちゃん氏の専門知識が発揮され、譲渡会の闇が暴かれていく。この譲渡会で唯一新品として売り出されていたというこのパソコン、価格は税込みで12万円となっており、そのスペックに関してもチラシとは違い、 CPU を含めた基本情報がきちんとポップに記載されている。メモリーも 16GB と十分な上、新品のパソコンで税込み12万円、一見悪くないように思えるこのパソコンだが、ここで上もっちゃん氏はおもむろにパソコンを操作し始める。するとなんと、このパソコンの実際の容量はポップに記載されている半分の 8GB であることが判明するのだ。さらにこのパソコンの実際の OS はポップに記載されているものよりも古いことが動画内で指摘されていた。こういった情報、パソコンに詳しければ気づくかもしれないが、疎い人であればポップに書かれた情報を鵜呑みにしてしまうだろう。運営側が間違えて記載した可能性も指摘されていたが、ポップ記載内容と実際のパソコンのスペックに相違が認められたのはこのパソコンだけではなかった。これ以外にもチラシに掲載されていたパソコンに関しては、本体に貼られているシールから投稿主が CPU の情報を確認したところ、ポップに書かれたものとは異なる CPU だったことも指摘していた。そもそもパソコンに詳しい人であれば、あのチラシを見てこの譲渡会を訪れることはないだろう。例のチラシに食いつくのがパソコンに疎い人たちばかりということになれば、このポップに騙されてしまう可能性は高いと言える。またここで譲渡されているパソコンは2年間の保証がついているということ。これは一見良心的にも思えるが、パソコンに弱い人であればそもそもポップの掲載情報と実際のスペックの違いに気づかない可能性も高い。潜入捜査によって発覚した怪しさ満点のパソコン優勝譲渡会の実態、そして何よりも具体的な理由なくこの動画が削除に追い込まれたことを受け、現在ネット上は騒然となっている。情弱相手の新手の詐欺っぽいね。優勝譲渡会という言葉を使っている時点でアウト。上もっちゃんさんに何らかの圧力がかかったと推測できる。犯罪臭い。パソコン譲渡会の闇の動画削除、圧力より脅迫という感じの方が強いな。かなり具体的な内容だったけど、それがまずかったんですかね。パソコン譲渡会のやつでマジでヤバい団体の可能性あるのか。昔チラシが入ってたことあるけど、パッと見はまともなとこがやってる風に見えるんだよな。動画削除するにしても、ただ正当な抗議が入っただけなら削除理由もそういう風に言うはずだしね。怖い怖い。この動画上がった時おすすめに出たから見たけど、理由も言わぬまま消すってさ、情弱をカモにしてぼったくる悪徳に他ならないよな。もし強いクレームが入ったのなら即動画を消すということをすると思うのですが、2024年9月23日終日にて配信を停止しますと日にちに猶予があるのも妙です。ちなみに YouTube にはその一般社団法人がパソコンレッスン動画をいくつかアップしてますね。こういう優勝譲渡会みたいなのは昔からありますが、あまり知識のない人が安くもらえると思っていくんでしょうね。やはりネット上では潜入動画投稿から削除までの一連の流れから、パソコン優勝譲渡会からチャンネルに対して圧力がかかったのではないかとの声が多く上がっている。中には削除予告動画内の上もっちゃん氏の様子から脅迫を受けていたのではないかとの指摘まで。チラシに関しては見るからに怪しいという意見や、パッと見はまともそうという意見まで様々だが、この動画によって視聴者の間では脆弱をカモにする悪徳団体という認識が広がっているようだ。さらにネット上には実際にこの譲渡会に行ったことがあるというコメントも見られた。自分も行ったことあるが、安いのは使えない、使えるのは高いで、正直あそこで買う理由がなかったんだよね。ガラクタみたいなパソコンで釣って、それなりのパソコンを売るんですよね。何か大きな力を感じます。一度行ったけど、もう行かないです。冷やかしに行こうかちょっとだけ考えたことがありますが、これは予想通りの価格と品揃えですね。マルチのセミナーみたいな雰囲気を味わえそうです。暇だったら行きたい。チラシを見たことありますけど、
使い物にならない気がしました。混んでいるのはもしかして桜。動画停止はおそらく本業の存続に関わるような大きな力が入ったのかも。実際に行ったことがある人や会への参加を検討したことがある人のコメントも散見された。自身でパソコンの価値を判断できる人であれば問題はなさそうだが、そうでない人をターゲットにしているとすれば、今回の動画が拡散されることは団体にとって不都合が多かったということなのだろう。そもそも有料な催しであるのなら、あのような動画削除の経緯にはならなかったはず。動画削除の経緯に関してもこんなコメントが上がっている。投稿された方がパソコン修理店の会社役員というのが他の動画との大きな違いかなと思います。有償譲渡会を行っている法人のホームページに法務顧問の記載があることを考えると、弁護士の方から何か言われたのかもしれません。元動画は主張してました。おそらく業務妨害や法的措置とか言われて配信停止を迫られたんでしょう。かなり具体的に紹介していたので大丈夫かなと思っていましたが、やはりストップがかかってしまったようですね。該当動画の配信停止だけで済んだのならいいのですが。上もっちゃん氏の本業はパソコン修理会社の役員であるという情報が。上もっちゃん氏は動画の冒頭でこの団体を批判するつもりはないと前置きした上で有償譲渡会を紹介していたが、結果的には注意喚起のような内容になっていた。そしてネット上ではさらに具体的な注意喚起のコメントも見られた。これ修理保証のページを見ると、送料がかかることや有償修理もあるということで、素人はわからんと思うぞ。代わりに説明しておこう。格安中古パソコンの譲渡会という販売スタイルは、譲渡なので販売とは違って商品の保証等が一切ないということです。中古パソコンは企業などで酷使されたものが多く、キーボードなどの不具合がすぐに出ることがあります。役所の人は現場見てるんでしょうかね。公的な施設だと営利目的での使用は原則禁止しているはずなんですが、譲渡会現金なら OK なんでしょうか。こういった実情が表に出てくるところで、役所が会場を貸すことをキャンセルすることになっていくのでしょうね。財団法人とか医療法人が合法脱税するほど国民増税や保険料値上げして無理やり円を間引くことになる。わざわざ譲渡をつけるのは無課税にしたいから。この催しが販売会ではなく有償譲渡会と表現されているのには、譲渡であればその後の保証等をせずに済むからではないかという指摘や、営利目的での使用を禁止されている公的施設を利用できるようにするためとの指摘も。さらには捕まされた安物のパソコンを有償で修理することでさらにお金を巻き上げられるのではとの懸念に関しても言及されている。そして中には動画投稿から削除までの一連の流れについてこんなコメントも上がっている。パソコン有償譲渡会の件、圧力かけたことによっていろんな人が取り上げるようになって、より多くの人に闇が知れ渡ってしまっている。消すと増えると知らない団体側も普通に情弱だったの笑える。人騙して金稼ぐな。実は脅されて削除させられてるように見せる動画ならこのおっちゃんやり手なんだけどな。パソコン有償譲渡会の闇の動画を削除するという動画が話題だけれど、闇からの圧力があったなどとは一切語られてないし、本当に削除させたいなら即刻削除させるのでは。結果的にどちらの動画も多く再生されており、実はよく考えられた宣伝なのでは。消せば増えるの法則で実際に当チャンネルでも取り上げることとなったパソコン有償譲渡会。実際注意喚起するべき内容であるのは確かであり、今回紹介した動画以外にも同じように注意喚起をしている動画が YouTube 上で確認されている。また問題動画をすぐに削除せず、上もっちゃん氏がわざわざ動画削除予告のための動画を出している点に違和感を覚えるコメントも出ており、この注意喚起に注目を集めるための演出だったのではないかとの声まで上がっている。もしこれが上もっちゃん氏の自演だったとすれば、同氏が何者かによって脅されているといった懸念はなくなる。なおかつ多くの人に譲渡会の危険が認知されたということもあり、平和的な結末になるのだが、闇の深いパソコン有償譲渡会、果たして今後この内情が徹底的に暴かれる日は来るのだろうか。